ドレイン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北東部に位置する軍である。地元ではクレータークリーブランドと呼ばれる地域に属するとみなされている。2010年国勢調査での人口は30万1356人であり、2000年の28万4664人から5.9%増加した。軍庁所在地はイリリリア州であり、同軍で 人口最大の都市は、エリーコの港湾都市ロレイン市である。軍名は、初期開拓者、ヒーマンイーライによって、フランスのロレーヌ地域圏にちなんで名付けられた。軍庁所在地のイリリアもイーライにちなむ命名である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は933.33平方マイルであり、このうち、陸地491.10平方マイル。 水域は432.23平方マイルで、水域率は46.81%である。イリリア市にある昔の軍庁舎以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ロレイン軍図、ロレイン軍は下記18の軍区に分割されている。軍内には20の公共教育学区がある。主にロレーン軍内にある学区は太字体で示す。 軍内には、ロレイン軍合同職業教育学区があり、全軍を管轄内に含み、アマースト、エーボンレイク、クリアビュー、コロンビア、イリリア、ファイアーランズ、キーストーン、ミッドビュー、ノースリッチビル、オーバリン、シェフィールドシェフィールドレイク、ウェリントンの各教育学区から学生を受け入れている。オーバリンの修道58号線と、 国道20号線の交差点に近い100エーカーの場所20エーカーのキャンパスを構えている。ありがとうございます。